こんにちは、ドクターネックスです。イベントが来まして、2つのイベントをクリアすると、この福引きの補助券が50枚 ×50 枚100枚もらいました。なので10連行ってみたいと思います。カモン。ここから色が変わる。お、ね、防具が貧弱すぎてやべえのよ。次だ。でけでん。そしてですね、お土産を買うために課金をしました。なのでちょっと引いちゃうか。無償も4000ぐらい貯めたんですけどね。行きましょう。虹になって、虹になって、2個ぐらい虹になって、お、1個きた。戦士とね、武道家の武器が貧弱すぎるんだ。さあ次だ、何が来る。キラーピアスって誰に装備できるんだ。なんか盗賊な感じがするけど。さあ30連しようかな。そうすると星5装備1個確定。渋いね。こっからさらに変わることないのかな。さあ30連で星5装備1枠確定。ひたすらの槍が欲しいっす、槍が欲しいっす。もう2個きた。次、なんかセイントセイヤみたい。まあまあ
ヘルムもね、頭装備も特になかったから。さあ何が出る、きた、おお、確定枠で、確定枠できたわー。で、10連限定 GM でスタンプボリューム1、まあ、これだったらもう最後までいきたいよねまた貯めてこようと思います。いやー、ようやく剣出たわ。戦士が貧弱すぎたから、これでちょっと強くなんだろう。なんか評価を見たら剣よりも槍の方がいいみたいですね。で、さらにそれより評価高いのが、実は、このゴシックパラソル、そして光のタクト。以前当てたこの二つで、確かにね、このゴシックパラソルがめちゃめちゃ強い。マヒャド使いまくりでね、僕今、魔法使いが一番強いですね。魔法使いのがバリバリ頑張ってくれてる感じです。キラピアス誰装備できるかちょっと調べてみよう。はい。とりあえず課金しちゃったんでね、まあ、これからもバンバン頑張っていこうかなと思います。今回はここまでです。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。